人間のところですけれども、猿の部分から見ても、そこにあるように原猿類と真猿類が分かれて、そうですね、そこにある原猿類と真猿類が分かれたのが6500万から5300万年前っていうと、ちょうど第5回目の絶滅ですね。ユカタン半島に隕石が落ちて、アンモナイトから、ジュラ紀に最高を誇った恐竜と全部滅んで、この哺乳類と鳥類の繁栄に始まるんですけれども、その中で霊長類を見ると、大体、直後ですね、6500から5300、ここで、プロシミアンとユーシミアン、そこにあるように、まとめて残っているとするとマダガスカルですけれども、キツネザルのグループとロリスのグループ、これは、アジアの方にもいます。旧世界、アフリカとアジア。で、4500万年から4000万年前に、旧世界ザルと新世界ザル。これは後で見ますけど、新世界ザルが、旧世界ザルと新世界ザルが分かれたよりも前に、アフリカ大陸とアメリカ大陸が分かれてしまいます。で、どうもこう調べてみると、500キロ当時、この新世界ザル と分かれた頃、アフリカ大陸とアメリカ大陸はわずか500キロしか離れてなくて、泳いで渡ったか何、流木につながって流れたか分かんないけど、で、その時に、アメリカ大陸に渡ったのが新世界ザル。アフリカ、要するにユーラシア大陸とアフリカに残った方が旧世界ザルで、そこから、テナガザルとオナガザルに分かれて、テナガザルが、類人猿に分かれて、最後に、チンパンジーと人が分かれるというのが、700万年前くらいなんですけど、この間実は 大陸がものすごい動きをしていて、エディアカラからカンブリアに行くときに、スーパープルームが起こって大変な造山活動が起こったっていうんですけれど、その後追ってみると、地球の大陸は、北半球と南半球に1個ずつでかいのができてくるんですけど、南半球の方が先に確立できたみたいで、5万5000年前ですから、ちょうど5万4000年でカンブリア紀ということになるので、カンブリア紀が始まるときに、ゴンドワナ大陸という、そこにある、アフリカを中心として、一番いいヌズですね。南アメリカ、それからオーストラリア、南極、この辺が、全部一塊になっているんですけど、これ今の地図で見るとおかしいので、これよく見るとですね、南半地球にあったこのゴンドワナ大陸で、サハラ砂漠のあたりが南極点なんです。だから これが一番底のところが、アフリカのど真ん中のところがそこで、鍋の底みたいにこう、陸地は上に向かって上がっているので、南極点はずっと今でいうとかなり、こう低緯度というべきか、南極は南半球です。というこう、できれば、真っ白い地球の上にこれ切り抜いてボコッと貼ってくれると、当時のゴンドワナ大陸の表面上の分布が分かると思います。もうちょっとこう、そういうふうに書けばいいと思いますね。それで、北半球にできるのは、ユーラシアになるんですけど、ローラシア大陸というんですけど、これは、ここにあるローレンシアとアバロニアとバルディカという、それぞれのやつが、造山活動で4億年前ですから、デボン紀ですね、ちょうど魚が出るくらい、あの頃に、集まって、ローロシアという、今のユーラアメリカ、北米大陸と、ユーラシア大陸の元になるのができます。で、大体、ローラシア大陸として出来上がるのは3億年から2億9000万、大体3億年前の石炭紀からペルム紀に当たるところです。
で、その後、恐ろしいことに、この北と南の大陸が合体するんです。パンゲアという超大陸になる。ロシアとゴンドワナが衝突して2億5000万、ペルム紀末ですから、ここが、ペルム紀の大絶滅ですね、最もひどかった時で。で、2億5000万年前頃に、ローレシアと、バルディア大陸、これが衝突して、ローロシアを作って、それから、ゴンドワナと、さらに合体する格好になっていきます。この時の PT ですね、三畳紀、ペルム紀と三畳紀のあの境のところの大絶滅が2.5億年前、古生代の終わりですね。中生代、そうですね、ここからあと中生代に入りますから。で、95%以上が絶滅というか、残ったのはわずか5%です、この時。で、その後、石炭ジュラ、三畳紀かジュラで白亜紀でもう新生代に移るんで、そこの動きを見ると、ゴンドワナが西ゴンドワナと東ゴンドワナに分かれるんですね。要するに、アフリカ、南アフリカ、アメリカグループと、南極、オーストラリア、それからインドが入ってるけど、インドは後で北に一気に走って、ユーラシア大陸にぶつかるという。で、そこにあるように、南米とアフリカが分離を始めたのが1億年ぐらい前になります。で、白亜紀ですね。それで、その後、白亜紀末の6500万年、ここでやっと先ほどの、我々の祖先の、霊長類の祖先の祖先くらいが出てきたかという時代ですけども、アフリカから南米と、南極、インド、オーストラリア、各プレートが分かれる格好になって、5600万年前に、ユーラシアと、北米がついに分かれて、一応今の、形に、たどり着くと。しかし、霊長類の歴史は大体この辺りから始まる格好になります。それまでは、魚から両生類、爬虫類、鳥類、哺乳類の原型の時代に、これだけの、ものすごい大陸の動きがあったと。で、ここに素晴らしい、またゆっくりこれ眺めてみておきます。ものすごくきれいに描かれていて、これが、霊長類の、プレ霊長類から霊長類が分かれて、原 猿類と新猿類が分かれて、新猿類から、新世界猿が出て、そこからまた旧世猿と分かれて、オナガザルが分かれて、あ、テナガザルが、オナガザルが分かれて、もうこの図で見ると、そうですね、テナガの途中から、そこの黄色で囲ったのが今日の話です。人間、ホモ。ホモではないですね。猿人の頃からですから、まだホモになるのは、ホモ・ハビリス、あるいはホモ・エレクトスが200万年前ですから、700万年から後で出てきます。という歴史がここに、きれいに書かれているので、まあ、興味のある人は、今日載っけておいてたのでダウンロードしてよく見てください。この1枚のスライドでほとんど、霊長類の全てが書かれていて、私もかなり霊長類学会に長く参加してたけど、こんなにきれいにまとめた図を見ることがなかったので、昨日しみじみ感激して読んでいました。今日はこの丸のところの話です。ついに。で、人の分岐とゲノムということですけど、まあ、人に分かれるところをもう少し丁寧に見ると、もう単位がずっと小さいですね。1600万から1200万年前、5種類のヒトジョーカーが出ます。テナガザルと、それから オナガザルが分かれて、で、テナガザルのグループから、類人猿、人の方に来ます。で、最初に分かれたのはオラウータンですね。アジアの 類人猿のグループ。それから次に、アフリカでゴリラが分かれて、これが600から800万年前。その後、
チンパンジーと人が大体500から700万年前。で、チンパンジーはその後250万年前だからちょうどホモが、我々が、エンジンからホモになった頃に、ボノボとチンパンジーに分かれます。人間はもうその後、一応分かれなかったことになっているんです。で、そこをこう細かく見ると、こういう形でそのずっと、化石的に一番分かっているのがこの、サヘラントロプス、チャンデンシスという、700万年前の地層から出たやつと、だからこれまだ、人類と言ってないんですね。人類という名前をもらうのはホモの、ホモ・サピエンス、我々はそうです。ホモ・エレクトスとかホモ・ハビリスというところから、人浄化の人グループということになります。で、その後、アルディピテクス、ラミナス原人の時ですね。これが、450万年前になります。で、まあ、この頃から後で出てくるネオテニーの性格をこうかなり強く出すようになって、ラミナス原人、頭蓋骨の形態はチンパンジーの幼児のまま止まった格好のように見えると。で、まあ、幼年化した、頭蓋顔面、まあそのためにこう目がぐっと中に入って前頭葉が潰れてる格好のやつがこう目が前に飛び出してここがものすごい膨らんで、前頭前野が人間になってすごい発達してくるんですけど、でもチンパンジーも子供の時はそうなんですけど、それ以上そこが発達しないでこう顔面の下が伸びてくる顔になるところが まあチンパンジーの特性なんですけど。で、まあ、ボノボがどちらかというと、チンパンジーと別れた後、人間にかなり近い、性格もそうですし、知能もそうですし、集団化をして、攻撃的犬歯の形態がないというのは人間によく似てると言われると、大体人間の歯からこうなるんですね。チンパンジーが描いたら、やつら劣化して攻撃もできなくなってきたぜとかいう話になるのかもしれませんけど。ラミダス星人と結構ボノボと多少似たところもあるんじゃないかというような形で、ここにある、オーストラロピテクス、これはもう結構若いですね。オーストラロピテクスは、それより前ですね、今の話は。アルディピテクス・ラミダスは、450万年前ですか。オーストラロピテクス、この辺の原人が出てくるのは大体400万年くらい前で、橙色のやつがそうですね。それで、緑の、250万年前くらいからホモの、我々のグループの直径に、緑に置き換わって、進化していく格好になります。で、その、400万年くらいに栄えた、ホモになる前のオーストラロピテクス。オーストラリアのオーストラロって南のっていう意味です。で、ピテスインっていうのは、猿という意味です。だから、南の猿という名前を付けられたのがこの円陣で、猿の方に分かれて止まったのが、類人猿です。人に似た猿です。で、最初に分かれた方は、猿に似た人だったんで、円陣という名前に。日本語では分けてあります。400万年前にアフリカ大陸を席巻して、大体200万年前くらいに置き換われた、別の ホモのグループに置き換わるんで、まあ、COVID のウイルスを見てくれれば分かる通り、ああいう格好で 順次入れ替わっていくので、まあ、ホモはオミクロンみたいなもんかもしれないね。この栄え方から見てると。で、オーストラロピテクスっていうのは、武漢以来、アルファ、ベータ、ガンマ、デルタと頑張ったけど、置き換えられてしまった。で、まあ、この中で、そうですね、アファレンシス、あれからアセティバ、プロメテウスが367万年ですから、まあ、かなり遅くまで頑張ったグループです。そう。アファレンシスと古いんだけど、
このプロメテウスって、外反母趾なんだって。うちの奥さんも外反母趾で悩んでいるんですけど、外反母趾ってなんか私、細い靴をみんな履いて、無理してこういう形になるのが後で出てくるんだと思ったんだけど、そうじゃなくて、外反母趾っていうのは、地上に降りるのは当然他の生き物にいて危険なんで、頭上生活をするんですけど、夜間に木の上に巣を作ってこう木をつかみながら手と足でつかみながらこう居どくのに、そう言われてみると、僕らはもう手はこう向き合うんですけど、足は割合こう物をつかむという能力が赤ちゃんの時は結構あるんですよね。だけどこう弱くなって、ただこういう足になっちゃってるんですけど、外反母趾の人って見ると確かに親指が残り4本に向かう格好の形態になるので、先祖返りって怒られて、先祖返りと環境は圧迫の両方によって起こるのかなという気がします。なんか古生物学者ってこんなところまで見るんだなっていう。で、その後、ケニアから取れた、骨格から出たやつが、ケニアトロプス。で、アンスロポっていうのが、人という意味です。アンスロポロジーっていうのは人類学。さっきの、ピテクスっていう方が猿のグループ。だからケニアの人ですかね、これはね。それから、パラントロプス。300、これはかなり遅くまで行きますね。120万年前くらいまで生きた。パラ・アンスロプスですかね。人のそばにいる人という。いろいろそこにあるんです。地面を這う人とか、ね、人類の根っこになる人とか、いろいろ名前を化石につけています。で、いよいよホモになるのがここからです。ホモ・ハビリス。器用な人というので、280万年くらい前、石器を使用し始めるという、まだ脳はチンパンジーと同じくらいか。で、後で出てきます。この頃に、この前も、もし続き思ったんで、この、SR ギャップ2という、神経の分化と移動、神経細胞の移動とシナプスの構成に関わる遺伝子にダプリケーションが起こって 倍化したっていうんだけど、いや、ナメクジオが4倍体になって我々に来たっていうのは、ナメクジオも生きてるし我々も生きてるので魚以降追うことができるけど、少なくともこのホモ・ハビリスの化石からゲノムの解析をしたとは私には思えないんで、ネアンデルタールが少しやり始めたけど、どうやってここでこの遺伝子が倍化したということを証明したのか、それをちょっと調べてみたいと思うんですけれど、ここで倍化して前頭葉が発達すると、ここから脳がどんどんどんでかくなり、で200万年前に、急速な脳化プロセスが起こって、で直立するので、ついにホモエレクトスが立ち上がるという。二本足で歩く。だから、ホモ・エルガッサ、エルゴですね。動力の、エナージーのエルゴ、働く人が出てきて、300から350グラムの脳が、この時代にもすでに850ですから、倍近く脳が大きくなります。で、計算上、倍化したときに12万5千ニューロン多くなるという、この論文をちょっと探さないといけないですね。で、本当は、もう一回、この遺伝子は、倍化して、1個が消えて、実質上は3倍になってるんですよ、この遺伝子。後で説明をします。それから、ついに火を使い始めるのが、130万年から180万年、200万年くらいに火焚いた跡もあるという話もあったような気がします。で、ジャワ原人とか、北京原人とか、かなり、東のアジアまで来ます。で、
ジャワ原人、最後のが10万年前まで生きているのか、ジャワ島の、ソロレンシス、ホモ・エレクトス、ソロレンシスというのは、でもフロレンス島にいるのは1万年前でフローレンス原人ですから、島封じになって結構今の僕らの直接のが6万年前くらいですから、アフリカから出てくる。どっかで出会ってたかもしれないんで、地域によってはかなり後まで残っています。メジャーは入れ替わっていってます。平らな顔、目立つ鼻、まばらな体毛、いよいよ、人間に近づいてくるという感じがします。男女の差があまりなくなったと。多分この頃に言語の原型を作って、コミュニケーションを取り始めただろうということになっています。で、後で出てきますけれども、これは真面目に書いてないですね。ずっと言ったように、これ実時間で書かないんですね。後ろに来るほど、尺度をこう密にして、長くとってあるので、700万年から実時間ってこういう格好で脳が大きくなってきたわけじゃなくて、700万年から180万年くらいまでほとんどゆっくりゆっくり脳が大きくなって、その後急激にでかくなっていくんで、こういう増加率は本当はいけないんだろうと思うんですけど、まあ脳はこんな格好で、今の1300から1400グラム。で、正直言うと、ネアンデルタールから、クロマニオンの時は一番脳は大きいんです。現代人は彼らよりは脳の容積は小さい。別にそれで卑下することはないと思うんです。コンピューターだってもともと今の8ビットくらいのやつが、この部屋くらいのデカさで真空管つないで計算してたわけですから。大きければいいというものではないというと、クロマニオン人に怒られるかもしれないし。負け惜しみって言われるかもしれない。決して僕らが一番今大きいのを持っているわけではないです。で、人間の歴史というのはそういう意味で、直接でつながってきたんじゃないって、これは、もう人間に限らずみんなそうだということで、どの生き物も途中から枝分かれして、で、形質とすればネオデニで、より未熟な格好のところのやつが枝分かれをしてきて、進化した一番トップのやつが次のトップにつないでいくということはあまりしないというのが人間の世界でも分かります。で、ずっと5億年前と言われていたんですけど、ついに6億年前に出たという話になったという。まとめると、20種類以上の、一種ができたけど、残っているのは一種、ホモ・サピエンス・サピエンス。大きく縁人、原人、旧人、新人という4段階を経てきた。で、出自は700万年くらい、チンパンジーと分かれて、縁人の時代が、だから初期縁人がここでもうすでに300万年くらいずっとその世界で、バクテリアが20億年こう引っ張ってきたように、人類の場合もかなり元の方が長いんです。で、400万年から300万年前くらいに縁人になって、森が草原になって、ついに、樹冠から降りると、森から降りて草原に出るという。で、そうですね、今度は、さっきはカンブリアから、6500万年までありましたけど、人間の歴史をたどるときは、もうずっと単位が短くなって、この250万年前くらいが、地球の環境としては大きな変動があって、ここから寒冷期に入る。で、今は、寒氷期で、大体何万年だっけ、何十万か、氷期と暖期をこうたどりながら、結構本当は冷えてる方なんですけど、今ちょうどその間に入ってるところ。250万年前くらいから、地球は冷えます。で、石器を使って、原人になって、脳が徐々に拡大する。で、草食から、肉食に、変わります。頭上で、今のチンパンジー
まあそうですけど、大体、葉っぱ、果物とかですけれども、地上に降りて、地上の動物とやり合って、狩りをするという形で、動物食を取り始めます。まあ、それが脳の発達にかなり強く影響したということは、後で出てきます。で、アフリカから、ユーラシア大陸に出て、脳が600から800グラム。で、ジャワ原人とかさらに、遠くまで行った連中の脳が、900から1100ですから、もう我々の今の8割方くらいの脳重量まで来ます。で、原人の中の、旧人がネアンデルタールが50万年くらい前に出て、脳が1300から1600ですから、そうですね、ネアンデルタールのゲノムが分かったって言ってるけど、この時には、脳がすでにさっきの遺伝子を、媒介してたということはわかるかもしれません。で、20万年前、直近に、クロマニヨン新人が出て、6万年前に、我々の直系の祖先が、アフリカから再び出る。まあ、これはミトコンドリアの系列からもう明らかになっています。で、ネアンデルタール人、まあ、混血はしたわけで遺伝子が入ってますから。だから東南アジアの求人を多分滅ぼして、たった、一応地球上の、一種として、原生人類に収束したと。で、これが、元の図をいびって まともな時間軸にすると本当はこうなんですね。こういうふうな図になっていません。元の図はちゃんとイーブンにこう後ろを拡大して、こう、人間の分岐が分かるように書いてありますけど、本当の時間軸の長さで書くと、実はこういう図を書かなきゃいけなかったんです。食塩人がめちゃくちゃ長い。悪くと200万年くらいはほとんど食塩人にして、で、塩人として登場して、ホモに行くまで、250万年くらいかかっているんです。で、したがって、まあ、ホモという歴史は、この最後の250万年で、ここに一気に、人間が多様化して、いや、本当はこの変人も本当は多様化してるんですけど、そこまでデータが集まってないだけで、ひょっとしたらこれも嘘かもしれないですね。人間に近い方のやつは化石的には結構たくさん出てくるので、ここにあるようにそのネアンデルタールだって、全部が旧人じゃなくて、初期ネアンデルタールにはシュタインハイムとかサッコパストーレとか、エーリングスドルフがいて、中期になるとヘルド人とかテニソワ人とか、ガンガン細かく分けていってるんで、ものすごくこう一気に多様性が出るように見えるけど、本当は初期エンジンの中にも初期エンジンとか中初期エンジンとか高速エンジンっていうのがいたのかもしれませんし、エンジンもまあかなりいたので、情報量からしてこういう図になるのかもしれないけど、ただ時間軸はこの通りだ。ずっと人類もチンパンジーから分かれて長い間、割合チンパンジーと似たような、生活、あるいは発達をしていて、途中から、まあ、200、これでの50万年くらい前から何かが起こったという感じがします。だから、頭の中はこっちの図の方を頭に置いといてください。本来の人間というものを考えるには。で、まあ、一つここの中でゲノム上で起こったのは、ゲノムのシンテニーということが、比較ゲノム学で分かるようになりました。ギリシャ語のシンというのは、何々と共に、ターニアっていうのが帯とかリボンという意味で、バンド、何を意味しているかというと、たくさんの動物のゲノムを比較していくと、同じような遺伝子群というのは、染色体上に結構集まって同じところにあるんですけど、その位置が染色体上、全然違うところにまとまって動くということがだんだん分かってきました。それを、シンテニーと呼んでます。遺伝子のマッピングによって、一種の動物のゲノムの構造比較をすると、まあ、最近に分岐した動物同士は当たり前で同じような並びをしているんですけど、
離れた動物だと、そのセットの遺伝子が全然違う場所に移るという、相対位置が、ブロックごとにかなりずれるというのはそこにある図です。で、多分これはその遺伝子のカットアンドペーストで動く遺伝子によって移るんだろうけど、言いたいことは、生態系が変わった、例えば夜行性から昼行性になった時、使う遺伝子は全然変わってきます。そうすると、ほどけた時に最も読みやすい方に、使う遺伝子が、移動してきたやつが栄えてくるので、結果から見ると、こういうふうに染色体上動きまくったように見えるけど、結論から考えれば、環境に適応するように既存の遺伝子をどういう効率で読むか、それは、染色体上の位置によってくるので、ほどけた時に核の一番外側の読みやすいところの方に来るような場所を、例えばハウスキーピングと呼ばれるような遺伝子はみんなそういうところで常に読んでなきゃいけない。で、そんなに読まなくていいっていうのは、真ん中の方の位置に、ほどけた時の位置をここに出したっけ、忘れた。いいや。そういうことでこう比較してみると、人とチンパンジーはほとんど同じです。人間の方が1本染色体が小さい、少ないのは、そこにあるようにチンパンジーの、12番目と13番目の、タオマンが、テルメアのところでくっついたので、僕らの2番染色体、大きくなって2番染色体になるので、うちらの2番染色体って不思議で、そこにあるようにセントロメアが2つ、トロメアが4つという染色体になっています。他のところでも多少チンパンジーと比べてみると、染色体がちぎれてこっちにくっついたりとかっていうことをしていて、それがそのチンパンジーと人を分けたというのが一番考えやすいんですけど、じゃあ分けたためにどの遺伝子の読み取り効率がどう変わったために人とチンパンジーがどのぐらいずれてきたのかという仕事はこれからだと思います。で、そこにあるように、マウス、ラット、マウス、アカゲ、チンプ、ヒトと、それぞれの相同遺伝子の並びを見ると、こんな格好で、違ってきているという、ゲノムサイエンスでビッグデータを処理できるようになると、こういう、話が出てきて、これはこれでまた面白い攻め方にはなると。人間の意識の起源を探るという話になる。で、それでそのネアンデルタール人のゲノム解析、今度、ペーボが今年ノーベル賞をもらったんですけど、本当にもう何年前だろう。ライプツィヒに行った時に、このドイツがネアンデルタール人のゲノム解析をやるという話を聞いて、できるのかなという気がしたんですけど、実際できて、そこにあるように、ゲノム全体から見ると、ホモ・サピエンスとは違うと。それはそういうふうに言われればそうかもしれない。で、ただ、ネアンデルタール人と現代人の、アミノ酸配列が異なる、遺伝子は、この時代、もう少し進んできていると思いますね。当時で、6つはあるということです。で、その混じり具合を見ていくと、ここにあるように、ネアンデルタール人はアフリカから出た限界が出て、ユーラシアからずっと広がっていくんだけど、あんまりアフリカには戻らなかったみたいで、アフリカ人のゲノムの中にはあまりネアンデルタール人の遺伝子は入っていないんですね。で、そこにあるように、そのアジア人、ヨーロッパ人がネアンデルタール度って書いてありますけど、ネアンデルタール人の遺伝子をこう 振り返って持ってる率に比べてアフリカ人は、ほとんどないと。それを見ると、そのアフリカ人はずっとアフリカに残って進化していて、ネアンデルタールは、ヨーロッパ、アジアにやって途中で交雑して、一番強いのがヨーロッパ人、ついでアジア人、パプアニューギニアというような格好で、ネアンデルタール人との交雑度があるんですけど、その不思議な不思議か不思議でないのかちょっと不思議というか、そのネアンデルタール人ゲノムは、全く、ネアンデルタール人のゲノムを解析すると、ネアンデルタール人のゲノムの中には現代人の
ゲノムっていうか遺伝子は入っていないっていうんですね。だからネアンデルタール人の遺伝子は僕らの中にちゃんと書き込まれているんですけど、ネアンデルタール人の化石から、見たシークエンスの中には、原生人類独特の遺伝子が入っていない。流入は一方的であったということですけど、まあしかし本当にそうかな。だって混雑したらネアンデルタール人の子孫に原生人類の遺伝子が入っていて叱るべきだと思うんで、まあその率がすごい少ないが、ネアンデルタール人が何か、人類と根絶になった時にハンディを持っているのかよく分かりませんけど、そこにある欧州アジアのゲノムの1ないし1.5%がネアンデルタール人ぐらいで、アフリカ人は0.1%程度であるということらしいです。で、まあ、もう一回その人のゲノムは前に言ったように、ほぼ半分が、動く遺伝子の化石です。そこにある長く動く遺伝子、レトロの長い方のやつですね。ラインと呼んでるやつが21%、ショートサインと呼んでる方が13%、レトロウイルスそのものの遺伝子が8%、動く遺伝子の化石3%で、まあ、合わせて半分くらい。で、ゲノム構造の維持に必要か分かんない、構造上の問題など、それから、核の中に残ってしまう、イントロンが25%、2万の遺伝子を作るエキソンという構造領域が、1.5%。だから、ゲノムの遺伝子の比較をしたときに、まあ、僕らが言うところのその下等な動物というのは、僕らが3ギガで その 3×10 の9乗の塩基対のうちの1.5%しか使ってないので、そういうふうに言うと、数十メガ、ゾウリムシと我々がほとんど同じ数の遺伝子が向こうの方が多くても、僕らが実際に動かしているところの塩基量から見るとそんなに変わったことはないので、彼らが僕らみたいなジャンプを持たなかった。なんで人間がこんなにたくさん読まないところを、集めているのかっていう方が、不思議で、本当に必要なところだけ集めると、あのくらいのサイズで十分、全ての遺伝子をカバーできるということになって、むしろ秘密があるとすると、こっちの、見かけ上、タンパクに読み取らないところに何があるのかということが、ゲノムサイエンスの大きなテーマになって、いろいろスモール RNA で読まれるんじゃないか、まあ、読まれます。で、それが、エクソンの読み取りを調節してるんじゃないかって、多分それもあるでしょう。しかし、それで全部が説明できるとは思います。まあ、運びはそこにあるように、プラスミッドから始まって、ファージ、トランスポゾン、それからレトロエレメントまで。多分、今こう言ってる我々の中でも、これを使って遺伝子は動いているんじゃないかと思います。で、まあ、そう、ジャンク DNA って言われてたけど、本当はガラクタではないんじゃないか。確かにタンパクに読まれるのは2%程度ですけれども、全く読まれないわけじゃなくて、結構読んでいてどうも他の遺伝子に何らかの作用しているのではないかという、まあ、こういうふうに考えないとやってられないですよね。でないとあんまり人間が偉いということにはならないし、ここに人間の秘密を 置いといてくれないと。ネットで勝負しろというと、あんまり人間は差がないということになってしまう。ということで、ゲノムと、人の進化の話はそこで、その進化の特徴のところで、人とチンパンジーがよく特に出られます。人と、その人以外の霊長類との大きな違いというのは、単純に言うなら人間は、他の霊長類から見ると、大人にならない生き物ではないかという考えです。携帯で見ると裸の猿のままで、
認知機能とするといつまで経っても、脳を発達させ、まあ、ある意味では、脳の回路をリモデリングしている。で、社会行動は政治的動物であると。で、まあ、携帯が一番よく分かって、大人になっても、構造、携帯構造から見ると、類人猿のチンパンジー等の、子供時代に非常によく似た、顔つきをして、さっき言ったように、彼らは大人になるときに、脱皮するわけじゃないですけど、骨格構造を大きく変えるんですね。で、人間はそれを、やめてしまったか、そこまで行く前に繁殖能力を持ってしまった。なぜだろうということになります。で、しかし、そのネオテニーというのは、この猿と人の話ではなくて、もっとずっと昔から、種が分かれて、新しいのを生み出すときは、基本的にはネオテニーなんじゃないかという考えがある。幼形成術とか、幼体成術という。一定の発生が、もう一定の段階で止まって、そのまま生殖層が発達してきて、繁殖すると。例えば、この多足類の、幼形が、昆虫で、これがそのまま大きくなったのが節足動物の昆虫であるとか、さっきの護放射ですね。護放射総称の人での、養鶏は、ちゃんと左右総称の2系じゃないか。こっちから、発達してきたんじゃないかというような考えがあって、それを人に当てはめると、さっき言ったように、我々も実は、ゴリラとかチンパンジーに比べると、人族の中では非常にネオテニーであると。で、ネオテニーでじゃあ人間は何を原因したかというと、これはでもすごい危険です。大人だけの能力を持たないで、社会に守られて、攻撃されれば非常に弱い存在として生きていかなきゃならない。その幼弱期を延長する危険状態でもらったものというのは、結局脳の発達と、脳を固定化させないで可塑性を持って、いつでも書き換えれるようなことをしてきた。まあ、それが人間の特性で、まあ、その特徴を最も生かしてここまで来たけど、まあ、最近は使い方を間違えているようなところに来てしまっています。で、そこでその新生児の脳発達とその行動のところを見ると、大きく3つのカテゴリーに分かれて、巣ごもり動物というのは、要するに本当にその未熟に生まれてくるというグループです。で、これは、生まれた個体と、大人になった個体の、脳と体重、脳と体全体の比率を見るという式で見てるんですけど、食虫目、齧歯目、それから、クマネコ、まあ、一番きついのは、食虫目、それから齧歯目ですね。だから大人の比率からすると、脳自身も、10分の1くらいという感じです。で、逆に、生まれたらもう立って歩くというそこにいる家畜なんかみんなそうですけど、巣立ち動物、初期から独立するという鹿、牛、ラクダ、馬、この辺は、単に大人を小さくして生まれてくるという形になるので、比率は同じで、すぐに動ける。で、実は、オナガザルとヒヒまでは、あれはこれに近いんです。で、ここからすごく不思議な分類にしてあるんですけど、第二次巣ごもり動物というのが、類人猿と人で、脳だけから見るともう十分に発達して、生まれてからすぐに話して動いて歩いてもいいはずなんだけど、実際には社会的に巣ごもってしまう。1年とかかけてだんだんと社会というか子供になっていくというスタイルです。で、その脳発達の特殊性を見ると、霊長類だけでも確かに補脳と高次能力をかなり持っているんですけど、ラットは本当に未熟児ですね、マウスの。で、猿はその成熟した脳と社会的にその 未熟な子として、脳は発達しているにもかかわらず、
行動学的には非常に未熟児になります。で、人間はさらに極端になって、されるよりもさらに大きな成熟した脳を持って生まれるけれど、社会的にはより未熟な、未熟児になります。まあ、言葉を話して歩くまで約1年、長い母子関係、妊娠期間も極めて長いという。まあ、しかし、それが結局はまあ武器になっているということで。で、その未熟の間に何を学ぶかというと、これは社会行動に対する模倣で、これは兄弟の霊験のグループで、猿真似っていうけど、猿は真似をしないと。かなり皮肉ってらしい。チンパンジーが真似をする能力はあるけど、大体、人の5%程度ですね、いろんな課題を与えて大人にやってみせて子供にやらせると、5%程度しか、成功しない。でも、これはネイチャーに載ったのは松田さんたちだと思います。表情妄想っていうのがあって、人間の赤ちゃんっていうのは、お母さんが笑い顔をするとそれを真似して笑うという、これは人間の特性とずっと長く言われてきたんですけど、歩夢君と愛ちゃんと歩夢君か、あれを育てた時に、実はチンパンジーが表情をやる、チンパンジーも、育ててるやつが笑ってみせると、チンパンジーの子供はこういう笑い顔をするという、で、人間の特性ではない。ただ、途中からいろいろタスクをやらせると、本当に大人になっていっちゃうんですね。そのモノマネを見ると、新生児模倣は、チンパンジーも人もある。でも、3、4ヶ月齢になるともう 飽きるか分かんない。大人っぽくなって、それでもうやらない。で、小児の模倣はもうしない。成人期の模倣もほとんどない。人間はずっと大人になっても模倣をやります。で、彼らはその真似ることが学ぶことであって まあこれはそれなりにそうかもしれないね。国家試験の問題やるのもみんな似たようなものかもしれない 学ぶことは実は真似ることであるということを、まあ、霊長類学で、言い出したことになっています。それからまあもう一つ、そのネオケニーのその延長線にあるのか分かんないんですけれども、まあ、通常の生物だと、閉経期があると、閉経期はもう死ぬ時です。卵を産んで次の世代になれば、鮭でも何でもそうで、全部死んでいくというのが普通で、もし寿命が延びれば、死ぬまで産み続ける個体の方が子供をたくさん残せるんだから、そっちが残ってくるのが普通なんですけど、ここで見ると、その胎児期、新生児期、小児期から、妊娠可能期で閉経後の寿命って見ると、なぜか人間だけがめちゃくちゃ長くなっているという特徴があります。いろいろな仮説が出ています。まあ、最もよく言われているのはその、集団社会で育てるので、子育て支援で、まあ、男性の方だと長老として知恵を借りる格好になりますけれども、おばあさんの方は、実は、娘たちの手伝いで、それを繁栄して残すというのは、その遺伝子の解析から見るとそうなんですけど、実際には、まあ、書いてねえな、ニホンザルも本当に見たときはですね、アルファメールが全てを支配します。一匹のボスオスザルが、たくさんのメスを支配する格好にして、他のサルは、離れザルというか周りに行くように見えるんですけど、実際にその野生のニホンザルのゲノムを解析してみると、必ずしもそのボス集団の、子供たちが、ボスのゲノムを、精子をもらっているかというと、必ずしもそうでない、結構多様だということが分かってきて、で、そのうちに、ボスザルはずっと生まれてから死ぬまでその群れを支配するわけではなくて、動いていっちゃうんです。予培をして次の群れに行って、
勝てればまたそこのボスやるけど、また何年か経つと次のところに移っていって、オスが渡っていって、群れを本当に維持しているのは実は母系社会。アルファメールの、影の支配者は実はアルファフィメール。オスザルの、奥さん。でもそれを支えるのは、奥さんの、お母さん。要するに母系社会というのはそのおばあさん、お母さん、娘という格好でつないでいってるんです。まあ、そこに、種としてボスザルが、ゲノムを、混ぜていくという格好になっているので、まあ、原始人間も本当は母系社会だったと言われているんですけれども、まあ、そういう意味からすると、本来、女性の偏見をの寿命というのは長かったけど、いろいろな社会的な事情とか栄養学的なとか環境的なので、まあ、オスもメスも寿命は短かったんですけど、まあ、そこの規制というか、ファクターが減ってくると、実はこの、閉経した後の寿命というものを、伸ばして、それを伝承していく、その文化、知恵を伝承していくっていうのが人間のその一つの得意技なのではないだろうかという説が出て、結構受けました、これは。まあ、こんなもんですね。チンパンジー、確かに野生のやつよりも動物園のは長く生きますけれども、まあ、それでも大体50前後で閉経して、60以上に生きるっていうのはほとんどないので、まあ、カニクイザルも随分追っていって、20くらいで平均になるんですけど、30くらいを優に生きるのも確かに いるけど、まあ、大半は、平均が終わると、ホルモンで支配されてたやつがほとんど全て一気に崩れていってしまって、持たないと。で、オスの場合は一気にはテストステロン減っていかないので、まあ、ゆっくりゆっくり老化していく格好になるんですけど。人間の女性のプログラムも本当はそういうふうにできていたやつが社会的な理由で止められていたのかもしれない。まあ、ただ実際には、エストロゲンが閉経で止まったところでかなり更年期障害とかいろんな問題は起きるけど、ひょっとしてそれをだんだん勝ち抜いてきたのが残っているのではないかなと。だからひょっとすると、いつかは男も女もそんな、だって今の平均寿命を見れば、女性の方が長いわけですから、本当のゲノムプログラムから見たら、そんなに早く死んでいた方がおかしいのであって、かつ女性の方が本当は、そのたとえ閉経したとしても、十分にリペアできるようなシステムが本当はできているんじゃないかなというふうに思うので、これはそんなに本当は不思議なことではないのかもしれない。そんなプログラムになっていたのかもしれない。そんなにエストロゲンディペンデンシーが女性の、長寿の人の女性のにはそんなに響いてないか、一気に減らないで、閉経した後でもちゃんとホルモン的なバランスが取れるようにプログラムされているのかもしれません。そのうちに、更年期障害のない女性っていうのはたくさん出てくるんじゃないですか。ひょっとして わかりません。はい。まあ、それで、老化速度の緩和をどうやって証明するかということを考えたときがあって、結構焦りましたけど、答えまで、たどり着けませんでしたけど、この辺の回路を本気で、比較すれば、本当は解けるんじゃないかと。まあ、当たり前で、これ3、要するに加齢を防止する動きですから、活性酸素の処理、あるいは抗酸化能力が上がっているはずだし、ER ストレスは回避できるはずだし、エネルギー代謝の方はずっと上がっていくはずだし、排気部活性の指基沈系、オートファジー系も、それなりに、リスク回避をしているはずだし、まあ、ヘリカーゼ、ラミエのような早漏症の遺伝子に何かミューテーションが入っていると考えるべきで、もうゲノムが分かってるんだから調べたらということを提案したけど、まあもう十分老化できるのでいいかということなのかもしれません。あまりここをいじる必要はない。それから、最後、脳の、その巨大化した脳という、
まあ、ノウテオデニー、ネオデニーというべきかわからないですけど、ここにあるように、これ、アカメザルが大体、90グラムくらい。で、見るともう分かる通り、この目のところが奥に入って、一気にへこんでいますよね。すごいミスだ。で、チンパンジーが300から500で、かなり、前の方もシワも多くなるし、人間に本当に近い。でも人間1400グラムの時を見ると、もう圧倒的に、前頭前野、ものすごいボリュームを持ってきます。で、ここで見るとすごいのがですね、人の脳重量が1350、チンパンジーがまあ300として、体重は5、60キロから6、70キロ同じです。で、しかし、ここで見るとですね、人の脳のブドウ糖の消費量、酸素の消費量もそうですけど、大体20%持ってっちゃうんです。で、脳以外は80%、すべての、体全体のエネルギーとして、80%、脳が、わずか1350g で20%もらいます。で、チンパンジーは、ここにあるように、300g のままですから、体重と同じで消費量5%、95%をちゃんと残りに与えているということを見ると、大きくのなった脳は、すべてを無視して自分のためだけに、絶対に自分の必要量のエネルギーを最初に取っちゃう臓器なんです。で、それ言われてみると、その難民のところに行って、こう体ガリガリであっても、脳はそんなに萎縮しない。脳が萎縮を始めたときはもうほとんど最後の時。だから脳という臓器は非常に不思議な臓器で、体中の他の全ての臓器を犠牲にしてでも、その機能を止めないという変な臓器ということです。で、まあ、人の脳の進化はそこに あって、これは、割合まともな長さで書いてありますかね。猿人が300万年、次いで原人150万年、旧人50万年、新人20万年、我々が6万年という、こんな大きさです。で、まあ、なぜここで、ホモになってから、脳が一気に、大きくなるようになったかという問題は、ゲノムの遺伝子の問題と環境の問題と2つです。で、1つはその環境問題で、この 250万年前からこういう格好で地球はどんどんと本当は冷えてきています。なんか今の、ね、地球温暖化の問題を見ると不思議に思うんですけど、全体としてはこういう格好で、その周期を経ながら、氷期と間氷期を経ながら、大きなブレをしながら、やっぱりずっと下がってきていて、その冷えてきて何が始まったかというと、その肉食になるですね、要するに狩りをして動物を食うようにどんどんとなってくる格好になる。で、脳というのは大体半分以上が油です。脂質でできた臓器です。で、その3分の1がここにあるアラキドン酸とか、ドクサヘキサエン酸という、不飽和脂肪酸、オメガ3と言われる、それも、大体、不飽和部分を5から6個持っているので、3番目の炭素の時から不飽和が始まるので、オメガ3という名前になっています。で、植物の方にも、こういう不飽和脂肪酸があるんですけど、ここにあるようにリノール酸とかリノレン酸で、オメガ6、要するに、なんだろう、不飽和のこう立体構造の曲がり方が、すごい、動物性の脂質ってすごく、極端な曲がり方をしていて、しかしこれが脳にとって非常に必要なので、なんだっけ、よく DHA がいりますよとかやるじゃないですか。あれと同じで、アラキドン酸、ほとんど人体では合成できないので、動物から食うしかないんです。で、それがまあ一つです。で、もう一つは、必須アミノ酸、9つ。これは植物も全部作りますけれども、
動物の方から、その動物自身もその皮脂で集めて自分で作れないので、多分、先週の頃から、シーエレガンスの頃から、もう作るのをやめてしまって、それまでの、だから、原生生物はほとんど20個全部作り、バクテリアは全部作り、植物は独立栄養なので全部作り、従属栄養で他のやつが作ったアミノ酸を、食べれるなら、自分で何段階かの反応が必要なので、必須は。だから、単に、NH2 と COH に骨格 C を並べたやつだと、ワンステップでできるので、これは非必須アミノ酸で自分たちも合成するんですけど、これに速さをつけるためには多段の酵素が必要になったんですけど、それを全部やめちゃったんですね。もっと他から食えばいいという考えになって。で、まあ、そういう、まあ、2つの制限をその取り払ったという環境期になって1つの特徴は、植物食から肉食に変わったという、そう言われてみるとチンパンジーは、まあ、たまには狩りをしますけど、そんなに人間みたいに、肉をバリバリ食うという生き物ではない。まあ、正直言うならベジタリアンに近い。まあ、そういう、環境の変化とその行動、栄養の変化、そしてその最後に来たのがこの、SRGAP2 という遺伝子で、そこにあるね、ロドプシン系です。で、下に G タンパクを取るので、まあ、光とか、いろいろなトランスミッターのレセプターがほとんどこのグループに、入ってくるんですけど、そこに神経系に独特のがあって、この GTPase アクティベーティングプロテイン2というロドプシン系の下のやつです。で、これが神経細胞の移動と分化に関与していて、シナプスの発達とか脳重量とか必須神経細胞の数に影響してくるんですけど、こいつを1回、2回、2倍にして4倍にして、残った遺伝子は実際には3回重複されているんですけど、単に、元のやつが多くなったんじゃないの。すごい見てると、3回遺伝子残ってるんですけど、4番目はなしで、3番目はもう、中度遺伝子ですから読まれなくなっちゃって、残ってるのは元の遺伝子と、それ1回目に複製した2番目の遺伝子なんですけど、元の遺伝子はイケイケというのに対して、2番目の遺伝子はそれを調節する遺伝子なんですね。だから、実際に残っている1番と2番の ヘテロダイマーで、単に作ってボンボンいけっていうのだと、やっぱり脳はきついみたいで、それをレギュレートして、めちゃくちゃに走らないように、あるいは適当なシナプス形成をできるようにしたというふうに考えているみたいで。1回目が起こったのが340万年前のエンジン、で、重複して、2回目になったのが240年前の原人、ちょっとできすぎな気がするんですけどね。で、3つの重複はすべて、デニソワ人とネアンデルタール人に存在すると。で、まあ、今のようなそのアグニストとアンカグニスト的な働きで、脳が、大脳がこういう格好で来た。シナプスの生成速度が、だから、1番目の方は早くしたんですけど、2番目は遅くして、シナプス密度を増加させると。だから、ピロポディアっていうんですかね、糸状加速。有層細胞の膜上加速の前縁を超えて伸びる細い細胞突起の生成を妨げることによって、6層皮質から走るんですけど、大脳の細胞、まあ、小脳もそうです。で、これを、それぞれと本当は、1層から6層止めていかなきゃならないんですね。だから前のところで1層目ができて、それを超えて走って2層目を作っていくという作り方をするんですけど、まあ、その時に、アンタゴニスティックなやつが、調節してるんだという考えです。で、まあ、どこが大きくなったか。何分忘れたっけ。
40分まであったんだけど、よかった。また見といてねじゃないですね。まあ、そういうわけで、大きく増えたところは大脳皮質、それから小脳がやっぱかなり、チンパンジーとかの、まあ、ノンヒューマンプライベートですね、人の霊長類に比べて、極端に大きくなっています。で、まあ、これも証明問題なので、やったらと言って、まだ、答えにたどり着いた認証を受けてないですね。で、じゃあ、今みたいに小脳と大脳大きくなったっていうけど、大脳が全部均一に大きくなったのかというと、そうではない。チンパンジーと、比べて約3.7倍、まあ、増えているけど、本当に増えているのは、特定の部分であると。で、一番目立つのは、この前頭前野。眼窩がこう潜り込んでたやつがこう、ま、小さくなって前に出ていって、そこをこう前頭前野が、一気に膨らんでくると。で、まあ、ここが何してるかというと、その自意識とか意志とか推測とか、やる気とか戦略、ストラテジー、あるいは戦術を、タクティクスを立てるという、まあ、人間特有のというならそうですけど。そういうところの機能群です。で、もう一つの、まあ、言語領野は後でこの際発達をしてくれますけど、もう一つの全体から見ると、実は、まあ、なんていうの、表面の問題ではなくて、シワが問題で、シワというのは同じ体積の中に、表面積をたくさんにしようとするなら、どの臓器もそうですけど、シワを入れるという。考え方をしました。どうも、もっともそれで。広げてみると、人間の脳が新聞紙1枚分でしたっけ。で、後頭葉がめちゃくちゃ本当は広く発達、視覚領域はものすごい発達してるんですけど、シワの多さと絶対量で考えると、全部伸ばしたとき、脳量と脳回っていうのがあるんですけど、まあ、単純に、脳回の数が、1.1倍、チンパンジーよりも増えて、深さも、1.1倍厚くなるとすると、2.54倍、表面積が増えているんですけど、そこのところの、どこが増えたかって考えると、それぞれの機能分化している視覚量や聴覚量や運動感覚量や、ここにあるニューロン数が増えてることはないので、ここはチンパンジーと人とほとんど機能としては変わってない。そこにあるよ。そうすると、じゃあ本当のどこが増えてるのという話になると、それぞれの、機能別に分かれた神経核の領域でない部分ってどこっていうと、連合野です。だから神経領域は1.1倍ぐらいしか増えてないのに、連合野は5.9倍も増やしているので。視覚と感覚療養、あるいは運動療養、あるいは前頭葉と、大脳基底核を結ぶ、回路、こういうところをものすごく発達させてきたということが、どうも、本当に起こっていることで、まあ、それが、記憶の再生、新規記憶の蓄積、推論予測というところに、瞬時に伝えて保存するという。能力を上げているということなのかもしれません。で、どのくらいその情報処理が進んだかというと、そこにあるように、瞬時に猿の脳の100倍くらいの情報処理が、可能になったということです。で、その中で、まあ、特に、両野だけで見ると、このブローカーの言語野とウェルニッケの言語野という、この2箇所ですね。だから、僕が今話していて、あなたたちが僕の言ってることを、理解できるのは、ここの、ブローカー領域で、聴覚領域、側頭葉の、側頭葉第一上階のところが音を、まあ、音というのは本当は蝸牛から入ってきますから、そのブレインステムから入って、中脳を経て、そこの、側頭葉皮質のところに来て処理されるんですけど、それは単に物理的な
音としてつながるだけで、それを言語として理解できるのは、ここの、ブローカー言語やです。で、今、うんってつない、うんって私が分かったよね、うんっていうのは、それは、言語領野のうちの、そのブローカー領野は私の今の言葉を聞いて分かったというんですけど、それが、その答えを発するには、今度は運動領野からつながったところが必要になる。言葉は話せないので、ね、だから失語症の場合でも、その聞いても言語として脳が処理できない場合と、言語としてちゃんと聞けてるのに発語できないという、それがウェルニッケの、言語やという反対か。ごめん。どっちだったっけ。要するに、入力系と出力系の、両親が、ものすごい人間では発達してきているということが、よく分かっています。で、まあ、肥大した大脳皮質で、じゃあどんな機能を我々は持ったんだろうかということですけれども、その、まあ、一番特徴は言えば僕がやっているような言語ですね。で、話し言葉、音で情報を伝えるということは別に人間以外みんなやりますけどね。で、猿なんかもかなり、蛇という言葉を持っているかどうかは分かりませんけれども、彼らの蛇というアラームの録音を流せば、みんな地面を見て蛇を探すし、鷹という時に発する言語を聞かせれば、みんな空を向くというのはよく分かっていて、僕らと同じように、その、話し言葉というほどじゃないにしても、アラームに対しての、音声に置き換えた情報というものを使っているのは事実です。まあ、それはもう鳥なんかはもっとすごくて、かなり言語に近いところまであるというのは行動学的によく分かってきているんですけれども、それで、その一つ、次に起こるのはその抽象聴覚情報です。だから僕らが、そのリンゴと言ったときに、その本当は一人ずつの頭の中に得たリンゴ映像は必ずしも同じものではないです。青いリンゴを思い浮かべるやつもいるし、赤いリンゴを浮かべるのもいるし、そこら辺に野生になってるのもいるし、八百屋で売ってるのも思い出すのかもしれない。でもそれはその抽象化した言語としてリンゴという、概念を共通に持てる脳になっているんですね。で、まあ、その次に起こったのはほとんど、これはもう革命的で、聴覚の言語を視覚化したという言葉を文字にした。これは多分、他の動物ではできないことなんですね。で、その、聴覚両野で認識して抽象化したものを、今度は言語として視覚の方に文字に置き換えたというところが、今のコンピューターに行き着くところまで、その情報圧縮と解凍ということができるようになった。僕らは当たり前でその小説読んで、すごい感激して、こう情景をありありとこう浮かびながら読むんだけど、よく考えてると、なんでそんなことができるんだ。目の前に映像があるならそれでわかるけど、言葉の並んでいたやつを見ながら、それで映像を自分の中で再現できるという能力は、考えてみるとものすごい不思議な能力です。で、まあ、そこにあるように、その言語文字に能力をさらに変えて圧縮、解凍をできるようにすると。で、これがコンピューターでできるようになったのは、ここ最近ですね。まあ、それによってものすごい情報量に置き換えることができるようになったんで、まあ、それと同じことを人間の脳は意識しないでやっていたということになります。で、圧縮情報のそのデータベースがどっかに入っていて、それの照合検証、で、バーチャルであって構わないという回答です。で、その例えばこう人間の脳の凄さというのはここに、
レオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐の絵が一枚、本物か、この絵は本物かどうか、ちょっとなんか横が違う、もう少し広いはずですよね、あの食堂の向こうの壁画ですから。ただ、このたった一枚の絵から、その、ラストサッパーというべきか、その、本当にキリストがゲッセマネで、最後の弟子たちを集めて12人の人に、説いて、でも、きっと君らは裏切るだろうと、自分が神様のところに戻る、最後の伝えをするんですけれども、というようなことをこの一枚の絵から その場面と時間と歴史と全てをこうある意味ではこうつながって思い出せるという、まあ、能力を単なる一枚のスナップショットの絵画から再現できるという能力をなぜか持ってしまったという、多分どこのくらいから人間がこの能力を持ち出したのか、まあ、ラスコーの壁画とかあの辺を見ると、まあ、少なくともギリシャとかあっちの方はもう今の我々よりもっとすごかったかもしれない。能力的には。十分できてはいたと思います。ということで、だいぶ終わりに近づいていいですね。類人猿と人、言語の起源と進化っていうのを考えると、多分、まあ、ネズミを例にとれば、哺乳類の元の連中は、触覚情報がメインです。あと、聴覚。だから、あの、ヒゲがものすごいみんな生えてて、大脳皮質の、僕らの感覚領野は 帯状になって運動領野とこう対になっていますけど、彼らの前頭前野の真っ平らのところは、全部ブロックでひげ1本ずつこう区切った感覚になっていて、どのひげで何に触ったかというのをそこで処理する。で、僕らはもう本当に視覚領野がすごいので、割合こう目で見た方の情報をものすごい大事にするけど、嗅覚はもうかなり退化しているので、あまり強くありません。で、それをこう音情報の方に聴覚から言って、独自に言ったのは超音波情報で、あのコウモリのグループになります。で、視覚情報の方に、持ってきたやつが、鳥と、猿のグループが強くなります。で、鳥はかなり、さっき言ったように、発語、音声情報も伝えることができるようになっています。ただ、この、猿もボディーランゲージまではできますけど、手話まではチンパンジーでは十分いけるけど、ついにこの、視覚発信した文字という、言語の置換だけは、今のところ人間だけだと思っているんですけど、何かどっかで、ミミズがのたうって文字書いてるとか言われると もう一回ものを考え直さなきゃいけないんですけど、とりあえず、こんな格好でその夜行性の哺乳類はヒゲと音の世界で外界を認知して、情報空間情報を伝える。コウモリは地上を離れたのでものすごい膨大な空間を処理しなきゃいけないというところで、その超音波を使って、超音波画像診断的な、空間認知をしているので、あの 網にも引っかからないし、夜飛んでも木にも引っかからないで平気で飛べるという。で、鳥は霊長類と同じ視覚情報に行きます。膨大な空間情報の処理で、収集発信まで行って、で、群れの中で交信するという、で、そこから徐々にその抽象言語が出てきます。で、まあ、鳥のさえずり、コウモリの超音波、プレかプロ言語かもしれません。で、最後に来て、この、感覚情報を、言語にして、さらにそれを文字に変えるという。で、その視覚言語に変えたところで、情報量がめちゃくちゃになって、その膨大な情報を、まあ、ある意味で、視覚言語そのものが圧縮情報
で、僕らはそれを解凍して映像に変えて理解をしているので、小説を読むと楽しいわけです。あるいは教科書を読むと、記憶に残るので、というところまで来たということです。あ、ちょうど良さそう。これが最後ですね、7回目。8回目は、総まとめが、もう講義は間に合わないので、バーチャルで載っけてあるのが、8回目のところに載ってるので見ておいてください。1回目と同じです。もう1回、そのゲノムから見た進化、もうちょっと変えなきゃいけないんですけれども、決して我々が特殊な存在ではなくて、バクテリアから人まで、ブラックボックスを上げてきたわけではなくて、すごい枝分かれの中の一つであるという考えです。ただ、この時の人の方のまとめは違ってて、人を知る研究には、まあ、類似園、一番近いものしか無理なので。裸になった猿という言葉も合うけど、本来で言うなら子供のままの猿で、ネオテニーの方が特性としては正しいんじゃないか。で、その視覚言語まで持っていった。まあそこがクロマニヨン人がやったか、最後の原始人類がやったか、まあ、クロマニヨンもやってたんじゃないですか。で、この、想像力、空想力、類推予測というものと、情報処理能力の記憶力、あるいは文字の記録と、またそれをつなぐその抽象概念の言語というものを手に入れた我々がどう使うんだろうかというのが、最後の問題であるというのが、7回の、バクテリアから人まで持ち上げてきた、人に対する、投げかけというか問題です。ということで、生物進化の対面講義終わりで、8回の仮想対面授業は、VOD の方に前のが取ってあります。まあ、どんどん進化しているので、本当はそろそろ8回目も直さないといけないと思っています。来週は期末テストで、見たホームページ、あんな格好の 下に回答、いろいろな文字が入っていて、それを選んで写して書いてくださいということです。まあ、暇があったら、来週までにざっとスライドと VOD を眺めておいてくれれば十分だと思います。じゃあ、これで終わります。